You're listening to Shibuya Cross FM. スペックプレゼンツ。挑戦者の部屋。挑戦者の部屋。スペックプレゼンツ挑戦者の部屋。この番組はさまざまな分野のプロフェッショナルとして挑戦を続ける経営者やアーティストの方々をゲストにお迎えしてお届けするトークバラエティーです。ナビゲーターは連続起業家であり料理研究家の早見博典とフルート奏者の鈴木直子でお届けしてまいります。早見さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ちょっともう今年最後ということでちょっと気が抜けすぎてバリ噛みましたね。今、まあ今日はね、音と届けするちょっと28日になっちゃったんで。そうですね、ちょっとゲストの方をお招きするというよりかはね、そうですね、年の瀬ということで、日程的にはね、今年を振り返りながら、私たちの挑戦について、はいはい、も振り返っていくというそんな回にできたらなと思いますので、はい、今日はゲストなし、まあ、早見さんが今日ゲストのような感じですかね。ちょっとゲストの方がね、いらっしゃらないとだいぶ、はい、うん、あの気が抜けちゃうっていうことがちゃんとやりましょう。よくわかりました。ちゃんとやりましょう。あのいつも通りあの、うん、楽屋でもね、あのお酒飲んでらっしゃいましたけど、うん、もうだいぶと、これはお酒じゃないんですけど、だいぶとなんかね、だいぶ飲んでないよ。そうですか、うん、酔いが、ま、回りやすいみたいな。あのお菓子がね、あのああ、おつまみが3つくらい買ってあって全部あい、ああ、袋が開いてたんで、ね、だいぶ気が抜けてるなって。そんなことはない、そんなことはない。私もですけど、うん、ね、ちゃんとね、最後、楽しい、今年最後だからね、あの有意義な会にしていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、まず最初なんですけれども、うん、挑戦者の部屋が来年の2月で2周年になるということで、もうこれまで総勢25名のゲストの方が来ていただいて、今年2023年も非常にたくさんの魅力的なゲストの方にお越しいただきました。うん、ほうほうほう、ちょっとね、もう2年もやるって結構長くなってるよね。もうちょっと考えてみると確かになかなかの期間やってるなって。もうまあまあ、ここ、ね、あとね、年明けて2月で2年、はい、そうですね。ここにあの今までのゲストの方 の、うん、あの一覧があるんですけれど、うんうんうん、すごい、これだけ来ていただいたんだなっていうのを改めて、うん、すごいことですね。いつまで続けますかね。それはあの神の溝知るというかね、神の御心に従うだけなので。私は3年目に入りますか。ね、突入しそうですよね。うんうん、あと2回しかないですからね、今日除くとね。そうなので、はい、ちょっと挑戦者の部屋がね、うん、継続できるかどうかはこの今年の締めにかかってますので、ちょっと頑張りましょう。そうなんだ。あまり、ね、やる気がないと思われると、はいはいはい、クビンされちゃうかもしれないですからね。はい。ということで、2023年の1月お越しいただきました株式会社 3V、ね、そうですね、今年の振り返り、うん、振り返りです。はい、はい、スリービューティーの川口社長お越しいただきました。もう本当約1年前ですけど、今年の1回目は川口さんに来ていただいて。そうですね、はい、川口さんもね、今あれですよ、もう全国飛び回ってるのをよく ね、大変お忙しい、SNS で拝見してますけど、でも先月かな、先月一緒にね食事して、うん、あのほらゲストの岡林さんの時に来ていただいた時に一緒にあの打ち上げでね食事させてもらって、まあ素敵な人なんでね。そうですね、また家具さんとも飲みたいですね。そうですね、あの、うん、優しい笑顔と、あのちょっと厳しい、もうトークがね切れてるから、うん、あ、そうですね。キレキレのトークとそのギャップがね、うん、あ、1月は家具さんだったんですね。うん、はい、社長さんでした。うん、続く2月が、私のアーティスト仲間の、うん、ピアニスト中村さやかちゃん、そしてコンテンポラリーダンサーの小泉沙織さんがお越しいただきましたね。フレッシュな回で、でも活躍しますよね、うん、活躍してらっしゃると思いますよ。さやかちゃんも、はい、ブルーノートで演奏したりとか、演奏したり、の沙織さんも、沙織ちゃんもね、この間あの、うん、ちょっとメディアにもね登場してましたけれども、うん、あとなんかね韓国の方で、ねね、国際的な活躍をしてらっしゃる、うん、ということで、うん、どんどん素晴らしいですね。この挑戦者の部屋、まあ、ジャズピアニストと、はい、コンテンポラリーダンサーの方ですね、はい、はい、来ていただきました、はい、そうですね、うん、挑戦者の部屋に出てさらに活躍していただいて、うん、いや本当すごいよね、あの後すごい、ね、本当にあのお二人とも活躍してる姿見てますからね、ぜひ皆さんも追っかけていただきたいと思います。うんうん、続く3月です、
メトロポリタンクロス株式会社のグッシーさん、アーティストでもあるグッシーさんの。グッシーね、グッシーは実はあれなんですよ、今もね、はい、アーティストとしてもその メトロポリタンクロスのね、はい、社長としても活躍してるけど、2人とも噛んじゃって大丈夫ですかしてるけど、ごめんなさい、グッシーさん、してるけど、はい、なんとね、今年グッシーとはね、はい、10月にね一緒に会社を作ったんですよ。あー、新会社が。そうそうそう、新会社をグッシーと一緒に設立しまして。すごい。で、新しい会社名が、まあ、ブレッド&バターっていう会社なんですけど。どういった意味なんですか。これはね、ブレッド&バターってパンにバターなんですけど、はい、パンにバター、まあ、海外のっていうか、まあ、英語、ね、はい、英語圏の中ではこう生業にするって、一生の生業にするっていう、まあ、パンにバターを塗ったら元に戻せないとかね、はい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 、そういうような意味も込められてる、芸術家として。そうだね、その、はい、まあ経営と、はい、まあ、芸術をマッチさせるっていうようなことで、はい、会社を作りました。そういったコンセプトで新会社ができて、また新しい挑戦が、はい、ね、会社作ったね、今年は、はい、スタートしたということです、ね、ちなみにその会社の社長は僕で、はい、副社長がグッシーです。でも2人でがっちりスクラムを組んでやってらっしゃるということで、また来年も新しい動きが ね、まあ、かなり活動したいと思ってます、ね、楽しみです、はいはいはい、続いて4月ですね、おことの奏者の、うん、渡辺香澄さんお越しいただきました、はいはいはい、非常に繊細な、ね、うん、演奏からは想像もつかないくらい、ガッツのある方で、うん、全国公演を、ね、うん、成功させて大変活躍されていらっしゃる。なんかね、インスタでよくはい、見てますけど、うんうんうん、すごいね、相変わらず活発に活動されてるなっていう、ね、うん、そうですね、ことでもね、はい、渡辺香澄さん、はい、ね、YouTube でもすごい再生回ってるから、もちろんそうです、ね、YouTube でもね、大変有名で、海外からも ね、すごいすごい、非常にたくさんの方ご覧になってるので、うんうん、皆さんもぜひ、探していただけたらと思います。来年はあれだね、実際聞きたいね、生で。そうですね、聞いたことないから、ね、ちょっとこのスタジオでも演奏してくれないかな、うん、またね、お越しいただきたいです、うん、ぜひ。続く5月、医学博士の、澤田大作さん、お越しいただきました。そう、大ちゃんをね、医学博士であれ、はい、まあ、なん治療科、はい、ですか、ね、今いろいろな事業展開してて、うん、モンゴルにもね、治療院出したりとかして、すごいですね、皆さん。先月国際的な、先月1回飲みましたね。そうですか、うん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 、まあ、活躍されて大変国際的にご活躍、はい、ということですね、はいはい、続いて6月、株式会社ユニゾンから、飯竹さんと、桜井さん、お越しいただきました。そうそうそう、若手のね、はい、経営者で、まだ20代半ばぐらいの、ね、経営者の2人で、はい、まあ、りんちゃんとメシ君って僕が言うんだけど、うん、はい、まあ、実は彼らともさ、あるんだ、先月から新しい事業をね、はい、3人でちょっと今立ち上げる、まあ、来年立ち上げるっていうことで、はい、準備を始めました、ね、でそれを具体的に何やるか決めて、ちょっと日本一のメディアを目指そうっていうことで、うん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 、定例で新しい事業を立ち上げることを始めましたね。素晴らしいですね、うん、またどんどん新しい挑戦が始まっている感じですね、うん、すごいお若くて、生き生きと目のキラキラとしたお二人でした ね、うん、はい、まあ、もちろん優秀ですし、うん、ね、お互いね、こう補い合いながら新しいメディアを作っていこうということで、はい、始めてますね。またこれからの活躍が楽しみというところです、うんうんうん、続く7月、ALS の、音楽活動をされてらっしゃいます、うん、松本さん、そして芝美さんがお二人でお越しいただきました。7月だったのね。そうですね、うんうんうん、だから私たち8月の、うんうん、大阪の堺市の方で行われたライブをね、鑑賞させていただいて、まあ、島根からね、来ていただいてね、はい、うんうんうん、うんうん、遠いところね、お越しいただいたんですけれども、その そう ALS 患者のね、松本さんとはいろいろ、まあ、縁からつながってね、はい、島根からゲスト来ていただいて、うん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 、であれなんですよ、愛の形っていうね、はい、日本酒、うんうん、東洋美人愛の形っていう日本酒をね、はい、僕も100本ぐらい購入させていただいたんですけど、うん、ただね、なかなかね、まだこうね、活動にまだ貢献しきれてなくて、はい、ただ来年は
その日本酒ね、愛の形をうまく、まあ、プレゼントか飲んでいただきながら、うん、そのね、あの活動につながるような案を考えてますんで、これはね、本当考えてる、新しい案、難病支援の活動がどんどんまたね、はい、考えてますんで、広がっていくことを、具体的な内容は、はい、あのちゃんと松本さんのお伝えしますんで、はい、もし見ててくれたり、後で聞いてくれたりしたら、ね、ね、具体的な内容を報告しますので、はい、はいはい、こちらも楽しみです。8月です。株式会社、うん、ラバンドフリーの高橋社長にお越しいただきました。高橋さんもね、うん、まあ、マーケティングコンサルタントの、まあ、会社をやりながらね、はい、あれですよ、すごい結果を残されてる方ですから。そうですね、はいはい、いろんなあのセミナー、ね、あ、そうですね、セミナーでもなさっているっていうことで、はいはい、そうなんですよ、私高橋さんにすごい私、うん、あの話すのが上手ですねとか言ってあの褒めていただいたんですよ、うん、当日の時に、うん、でも今日めちゃくちゃ噛んでるんで、ちょいちょい噛むけどね噛むは噛んでるんですよね、いつも目立たないように噛んでるんですけど、ちょっと今日気が抜けてるのか、だいぶなんか大事故が起きてますけれどもね、はい、高橋さんにこれすごいあの偉い方なのにフレンドリーであのお話ししやすい、ね、うん、ビールとサウナが大好きで、朝ビールあ、だから私もビール好きで、お酒好きな方はまあ多いですね、なんかね、ゲストさんにね、うん、はい、続いて9月にお越しいただきました、これも私のお友達アーティストさんです、ピアニストの上村美優さん、お越しいただきました、うん、このね、うん、ピアニストとしての活動だけでなく、あの舞台制作ですとか、うん、脚本監督などされているお話についてお伺いしましたね、うんうんうん、はい、また美優さんとね、新年会とか、ね、新年会がね、やりたいですね、やる予定になっておりますのでね、で、あの今日美優さんお誕生日ですので、お誕生日おめでとうございますということでね、そうなんだ、それだけはカメラ目線で言っておきますけど、今日お誕生日です、おめでとうございます、素晴らしい一年になりますように、はい、10月お越しいただきました株式会社リブリッジの栗永さん、あ、栗永さんお越しいただきました、はいはい、いや素敵なね、不動産屋さんの社長で、うん、ちょっと私が思い描いてた不動産会社と全然違う、うんうん、あの爽やかなイケメン、爽やかで、あのスタイリッシュで、またあの社員の方たちのね、あの TikTok とか、ああいうのもすごい面白かったですけど、うん、そうそうそう、僕もね、物件ではもうずっとお世話になってて、来年もねちょっとあれなんですよあのお願いしようと思ってる早速案件がありますから、はい、もう現在進行形でお世話になってるという、キッチンスタジオをね、来年は栗永さんにお願いして作ろうかなと思ってるんですよ、ね、はい、そうですね、料理研究家だから、はい、そっちの方、ね、ちょっと料理研究家としての、はい、物件以来は、はい、活動も、ね、栗永さんのおかげでもうどんどんまた伸びていくという感じですね、はい、そしてもう記憶に新しいですけれども、先月11月は、うん、美容サロンや調剤薬局など展開されていらっしゃいます岡林さやさんにお越しいただきました。いやー、小林さんね、小林さんすごかったですね、美人経営者、はい、うん、まさにで、なんかね、今やってる事業の他にあのすっぽん、はい、すっぽんを養殖してて今600匹とか、はい、すっぽんをまあ、ね、養殖してて、でなんかね、そこのすっぽん事業もなんかできたらなってことでね、うんうんうん、その後もミーティングとか してますけどね、うんうんうん、ねうん、なんか一緒にできたらいいかなっていう、まあね、その周りの人たちがね、はい、皆さんあの仲間の経営者の方たちなんで、はい、この中のほとんどの方とね、現在進行形でなんかいろいろあのやらさせていただいてますね、ありがたいことに感じですね、うんうんうん、いや楽しみです、うんうん、岡林さんの会は本当に、うん、あの私のね、地元のお友達の女性たちとかもすごい見てて、うんうん、勇気をもらいましたっていう子が ね、まあ、ねたくさんいましたけれど、うん、一生懸命活動してる女性もね、なんかやっぱ素晴らしいですよね、あの後打ち上げであのすっぽんの話とかもね、うん、結構聞きましたけど、うん、本当にすごいですよね、育てるところから、すごい、すごい、いやすごい、うん、あ、ガチだなっていう感じ、そうだね、あの時結構なんか打ち上げみんなで派手に行ったよね、そう、2件ぐらい行かせていただいたんですかね、すごい楽しかったです、うんうん、はい、そして今日ということでね、はい、今年最後の放送回になります、うん、そうなんですよね、あの挑戦者の部屋2022年の3月からスタートしているので、うん、あの丸2年は あの3月になるんですけれども、うん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 、そうなんですよね、もうでも言ってる間に2周年になっちゃいますね、うんうんうん、本当によくこれだけの素晴らしい方が
お越しいただけたなと思います、うん、早見さんにとっては今年はどんな挑戦をしたかっていう次の話題なんですけど、まあ、もう今ねあのだいぶこのゲストの方たちとのコラボのお話がいろいろ聞かれて、うん、来年もということだったんですけど、そうですね、うん、今年はいかがでしたか、どんな年でしたか、どんな、なんだろうな、どんな、まあそうですね、まあ、本業的に言うと、ね、いろんな会社の経営支援をさせてもらってて、はい、どんな挑戦したかな、まあ事業としてはねいろいろ、例えばゲスト出てもらったアマノクリエイトの天野さんとかね、はい、と一緒に、うん、食品のね、はい、まあ、パンとかチーズケーキのね、新しいブランドの事業をね、今あの模索しながら立ち上げてることとか、もうあのインスタのストーリーにたくさん、うん、あの美味しそうなパンとかお菓子が出てくるの、結構ねそれもね面白い取り組みを考えてて、はい、なんかその、まあ、それこそメディアエクシードの、ゲストに出ていただいた方の名前しか言わないですけど、あの、ね、あの春日社長とかね、はい、と一緒に天野さんも一緒にね、はい、そのいわゆるその EC モール、うん、まあ、日本の良きものを、まあ、ギフトしたいっていうかね、うん、そういう、まあ、こうプレゼントされて喜ばれるものだけをね、うん、取り扱うような EC モールを今一緒にあの立ち上げやってまして、すごいいいですね、そうそう、だからパンとかさ、あの、あと何ていうかな、こうもらって嬉しいものありますよね、のそういう商品開発、はい、商品開発を、あの結構やってますね、まあ、そういうことをやったりとか、あとは、まあ、さっきのグッシーとね、はい、あの作った会社では経営と、なんか経営理念、はい、経営理念をアートにしたりとか、まあ、あの会社経営において、はい、経営理念ってめちゃくちゃ大事なんですよ。そうですね、まあ、それがね、まあ、その社員の人たちにも浸透していって、まあ、まあ頭脳というか、うん、まあ、迷った時に立ち返るのが経営理念なんで、うん、ただ経営理念って あれなんですよ、やっぱり上層部とかトップがね決めることなんで、はい、なかなか社員に響かない、うん、それは文字や言葉だけじゃ響きにくいっていうのがあって、例えばそれをアートにするとかね、はい、アートにして完成も含めて理念を浸透させるとか、うん、あとは例えばその理念が出来上がったのはなぜかっていうことを小説にね、うん、ストーリーを小説に落とし込んだりとか、はい、っていうような、とにかく一番経営で大事なあの経営理念、理念っていうか、ね、はい、行動指針みたいなものを、まあ、芸術と、うん、を、まあ、通じて浸透させるっていう事業をやりたいなっていうふうに思ってね、それをやってるんですけど、それって実際その中にはさ音楽とか入ってこない、はい、音楽も入れてください。音楽ってなんか難しい気がするんだけど、いけるのかね。そうですか、でも理念、例えば経営理念を、はいはい、音楽に落とすとかって、小説とかさ、アートってなんか、はい、まあ、小説はもうストーリーがさ、はい、あるから、まあ、行き着くそこのさ、はい、出来上がる道筋は見るんだけど、いやいや、だから小説、うんうんうん、アートで映像にして音楽もつけましょうよ、うん、ああ全部ミックスするとミックスしたらいいじゃないですか、うんうん、別に音楽だけでもなんかそういった雰囲気のものって作れると思うんですけど、でもやっぱり今ねみんな映像で見て、うん、さらにそこにいい音楽がついててってなると、うん、さらに没入しやすくなると思うんで、そういったものを作るんであれば音楽はすごいいい効果が出るんじゃないかと思います、ね、音楽単体でもねもちろん、まあ、そういうのが好きだったらあれかもしれないですけど、うん、より多くの人に響くっていうことになったらやっぱ映像じゃないですか、うん、映像音楽、うん、映像作るんだったら音楽ついてないとダメだから、うん、まあ、そういう意味ではあれだ、映像しちゃうとあれだから、うん、そのアートと音楽と小説のこの3つがバランスが取れて、その形なんかそこに行き着くっていうのはありかもしれないですね。それは、うん、早見社長は考えてください、なんかその形を。なんかね、そのなんかこう例えば僕とかねやってた、はい、会社だったらその技術を文化へとかっていう理念があったりしたんですけど、はい、うん、その時に技術を文化をアートにできたり、はい、あと小説にしたりするのはできるんだけど、はい、それを連想、まあ、それがもちろんそれがあってね、うん、あって連想できるような音楽がついてくると、うん、まあいいかなっていうのは確かにあるかもしれない。なんかね、そのアート作品、うん、ポチッとしたら音楽流れるとか、うん、そういう、うん、それね、あれなんですよ、ピタゴラスイッチ的なゲストに出てくれたコブーの成田くん、はい、うん、
あのコブの社長の成田君なんかは、はい、その例えば戦いに行く前の作曲をしたりする、うんうんうん、でそれは戦いに行くため、まあ、例えば戦国時代だったら合戦に行く前に鼓舞するための音楽、うんはいうんうん、でもそれは現代に置き換えると、うん、商談に行く営業マンが鼓舞するための音楽みたいな、なんかそれをねなんか作ってて、あのこれも面白いなって思った、うんうん、まあ、結局それに近いかもしれないね。そうですね、やっぱりそうですね、音楽もやっぱりある程度人に与えるイメージっていうのを作れるので、うんうんうんね、こういう音楽を聴いたらこういう気持ちになる、こういう音楽だったらこうっていうのがもう大体セオリーがあるので、ね、音楽聴いてさ、やっぱり昔のこと思い出すもん ね、 そうですね、この音楽聴くとあの頃頑張ってた時とかさ、うん、思い出したりとかってのあるから、うん、まあ、そこをうまく言葉とかアートの表現とかとマッチさせて音楽を組み合わせることができると、うん、とにかくあのこの授業の目的は、はい、経営理念をいかにどう浸透させるかって、うん、言葉や文字では伝わらない浸透しにくいことをどう浸透させるかっていうことがすごい重要だと思うから、うん、まあ今年それをねのベースをちょっと準備をしたんで、素晴らしい、うん、そういう来年はそこをねやりたいなと思ってますけどね。アートの本来的な役割ですもんね、うん、その言葉に筆舌に尽くしがたいことを表現するのがやっぱりアートだったりするので、うん、それがもう素晴らしいですね。そういう役割を果たしていくことがやっぱり芸術家にとってもすごいやりがいになるんじゃないかなと。なんかさ、うん、あれ経営と芸術って対極にあるんだけど、うん、でもこれをこうマッチさせれるとすごい面白いことが起こるんじゃないかなっていう、なんかね芸術って利益とはまた別のところにある、まそうです ね、まあ、プロの定義で言うとね一緒なのかもしれないけど、はい、そこをなんかマッチさせれると面白いなっていうのはまあ思ってて、うん、早見さんにあの常日頃、うん、あの経営はアートだとかなんかそういう、うん、あのいろんなことを刷り込まれてるせいで私経営とアートが遠いところにあるってもうなんか思えなくなってきてしまってますね。うん、僕20代からそう思ったんだけどあの要は芸術が得意では、まあ、好きだけど得意ではなかったから、はい、だけど、まあ、実は一緒なんじゃないかっていう、ね、行き着くとこはって思ってて、まあ、それも実現できてないんですけど、ただなんかさあのそういうことをやりたいなっていうので、まあ、そういう会社を作ったっていうのが今年の、まあ、挑戦っていうよりか挑戦準備かな、そういう感じですかね。アートと経営の課題に取り組んでいくという、そうですね、あと食とかね、はい、EC とか、まあ、いろいろやりましたけどね、が今年の挑戦で、はいはいはい、もうさらに来年楽しみ、ね、逆にどうですかね今年挑戦。そうですね、どんなことをやったんだ今年、うん、何やってたかなと思って、さっきもスマホであの、うん、写真を見ると大体わかるかなと思って、はいはいはい、まあ、おおむねいつも通りの1年だったかなと思うんですけど、コンサートもやりつつまあそうですね、うん、コンサートもありました。今年はあのラドンナ原宿さんでね、うん、ちょっとあのいつもより規模の大きなライブをやらせていただいて、うん、まあまあまあなんとかなんとか開催できたという感じですね。あの皆さんの助けもありまして、あとは意外と今年の最初の方は曲をそれなりに書いたかなというので、あの東宝のゴジラ公式チャンネルでね、あのあれすごかったんじゃない、あれ今年ですあれ一応今年の、まあ、私の特筆すべき仕事かなと思ったんですけど、あれはどういうあれだっけ、あれはあの、うん、ゴジバンっていう、うん、あのゴジラの人形劇ですね、うん、あすごいサイレンだな、これ話題のサイレンね、これよくあの、はいはいはい、ね、トロサモンさんのラジオで流れるやつですね、初めてかもしれない初めてですね、はい、はいはい、で、何でしたっけ、ゴジバンという、うんうん、ゴジラの人形劇、これまああの DVD 発売されてるくらい大人気のコンテンツなんですけど、その、 あの新しいあのヘドチ旅という、あの日本の名所を絶景を怪獣が巡るという、うん、そういう、まあ、映像作品ですね、うん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 、その音楽を担当させてもらったということで、こうなんか日本の清流が流れているところに、それゴジラオフィシャルの音楽、ゴジラオフィシャルです、あれすごいねそれ、一応オフィシャルのコンテンツで今年はあのねゴジラの新作があの公開されたりして、あのすごく話題になったので、ゴジバンも結構あの海外の方も見てたりして、コメント欄見てるとあの海外なんか英語のコメントとか結構ありましたね、そういう
ね、まあ、ゴジラも本当に国際的なコンテンツなんで、そういうのに関わらせていただいて、私のようなものがそれはすごい、ね、ありがとうございます。オフィシャルのゴジラに ね作曲に関わることができたっていう。いや、私も本当親の代からゴジラファンだったので、そうですね、素晴らしい、あの親は喜んでくれたんじゃないかと思います。いや、素晴らしい素晴らしい、ね、自分自身も嬉しかったです本当に、うんうんうん、めっちゃ何回も今でもあのちょっと元気がなくなると見てます。ああ、そうなんだ。そうねえ、楽しかったですね、あれ書いてて。そっか、まあ、それが、うん、まあ、一番大きかったこととしてはそれ、そういうところですかね、うん、なのかな、まあ、細かく言うといろいろね、うん、あの初めてジャズのコンサートもやらせてもらって、うん、名古屋公演もね、あの夏にやらせていただいたりしたんで、ちょっとまたあの演奏の幅もちょっと広がったかなというところですけれども、うんうん、まあ、でも一番は創作の幅がね広がったのが良かったかなと思っています。来年はちょっとコンサートでできるような曲をもうちょっと書きたいなという感じですか、ね、新曲新曲をちょっと書いていきたいなと、まあ、でリリースまでいければリリースしたいですね、というところでした、じゃあちょっといいお時間なので、私のなんか今年撮りました、ミュージックビデオ、新作のミュージックビデオの方をちょっとご覧いただきたいなと思います。発売中のアルバム、フルート&コアから青い桜、私の地元岡崎市の青い桜という、ね、名所があります。河津桜なんで、もうあの寒い時期が明ける頃に見れるようになりますのでね、ちょっとその風景をあの PV でご覧いただきたいと思います。お聞きいただきました青い桜ミュージックビデオでした。ありがとうございます。いや、なんかあのミュージックビデオを撮りに行った時すごい寒かったなとか、いろんな記憶がね蘇りました。そうなんだ。あれ3月2月3月くらいにね、うん、撮りに行ったんですけど、まあ寒かったですね、うん、でも無事に撮れてよかった。2月とか寒いよね。2月はそれ3月かな、河津桜だから、2月、うん、なんかそんくらいに撮りましたけど、うんうん、寒かった。あの私のね、うん、誕生日が4月なんで、うんうんうん、4月に公開できるように撮ったんで、それに合わせて、はい、なるほど、そんな感じでしたね。そうだったんだね。ありがとうございます、はい、後半の話題なんですけれども、うん、あの早見さんはですね、こう今お話聞いていて もうどんどんまた来年に向かっても新しい挑戦がね、うん、のお話が出てましたけれども、この挑戦を続ける挑戦者として普段意識していること、どうやったらこれだけの挑戦を続けていけるのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思っています。いや、もうあのね、それで言うと、はい、もう反省しかないんだよね。反省はしている。反省しかない。なるほど。あのなんか、はい、まあ、今年頑張りきれなかったなって毎年思うんですよ。ああ、それはそうですか。そう、早見さんほどの方でもやっぱり、いや、そういう自分はそう大したことないけど、なんていうかな、その残していらっしゃるという、こう今年もね、なんかやりきったって感じがないんだよね。やりきったって感じがなくて、なんかもうちょっと頑張れたんじゃないかって思いが、やっぱり強いですかね。じゃあいつもそうなんですかね。いや、まあ、今年は特に なんていうか、何かをサボったわけじゃないんだけど、何かをサボったわけじゃないんだけど、なんかいまいちだったかもっていう。もっといける予測だったみたいな。まあ、予測っていうかね、なんだ、矢印は常に自分に向いてるんで、まあ、誰かと比較してとか、誰から見てどうだって話じゃなくて、はい、自分自身が納得できないことは結構あったかなって振り返ると思いますね。なんか普段気にしてるっていう意味では、なんだろうな、うん、まあ、まあ今年の振り返りだとそういう感じかな。そうですね、そういった中でも普段意識しながらやってらっしゃることっていうのがあるわけなんですかね。あ、まあ、意識してることで言うと、はい、まあ、とにかく威張らない、媚びない、うん、これは意識してますね。威張らず媚びず、そうですね、これもね、結局威張ったり媚びたりって、はい、威張る対象がいるわけです、うん、で媚びる対象もいるわけですよ、はい、だ結局他人とか何かと比べちゃってるから、うん、威張って媚びてると、うん、最終的にはね、あの他人と比較しちゃうから、そうそう、まあ、要は戦う相手は自分じゃなくて、はい、誰かを対象にしてるから
祝ったりこびたりしちゃうんだよね。あそうなるとね本当にこうなんていうかないい仕事ができないというかそういい生き方ができないという思ってだからとにかく昔から意識してるのは、まあ、昔のことじゃないけどある時から意識してるのはどんだけ取引先が大きくてもね、はい、あの年下年上関係なくやっぱり言われないこととこびないことっていうのは意識してるっていうのは、まあ、それを意識して仕事をしてるっていうのはありますね。うん、年下にも威張らないし、まあ、年齢ももちろん関係ないしね、会社規模も関係なく、そこはなんか意識してるかな、っていうのはありますかね。そういうのありますか。意識してることですか、うん、日常的にさ。なんかそうですね。でもやっぱり音楽活動挑戦してる中で、はい、うん、あの、うん、早見さんおっしゃるようにその人とどうのというよりはやっぱり自分を磨いていくことが大事っていうことをねよくおっしゃられるんですけど、私もやっぱり結局立ち返ると自分のね技術をもうより磨いていったり、それを続ける中であのその積み重ねなのかなというところがありますね。なんか良くないことに なんか気持ちが陥っちゃうときって大体やっぱりその比較したりとかなんかあれ、 なんかあれが悪いんじゃないかこれが悪いんじゃないかって考えちゃってる時なんですよね、うん、でも自分はこうこれをやるって言ってもう決め切ってやっぱりやれてる時間の方がやっぱ充実してるのかなって振り返ると思うことは多いですね、うん、なので私も来年も、ね、自分磨いていくことに注力していけたらなと思ってますけど、うん、はい、そうですね、まあ、家でこもってることも多いのでやっぱりその職業的にですか、あ練習的に、そうですね、いや人前に出て確かに毎日のように演奏してはいるんですけどやっぱ裏のね準備の時間の方が非常に長いので、そうですね、と、まあ、あとはこもってる時間以外はこうして早見社長のお話を聞いたり、こう挑戦者の部屋でいろんな方の、ね、お話聞いたりっていう時間はすごい勉強になるなっていつもこの1年もね勉強になることが多かったです。反省することだと、反省することですか。反省することはいっぱいありますよ。あまり反省、はい、あのしない感じがなんか、はい、いいのかな、そんなことない。えそれじゃ私が全然分かんないけど、分かんないけど、分かんないけど、なんかいやなんか全然なんか反省してます。あそう、はい、いやなんかコンコンと説教された時とかも考えなしにしちゃったんだけど、いやなんかえ今お前もっと反省しろよみたいなことですか。いやいやいやではなくて、あ全然何も考えなくあそうですか、はい、反省はめちゃしてますし、してますしっていうのも変なんですけど、振り返りはね、してます一応あのそのね、早見社長ほどあの深く振り返り切れてるかどうかちょっと自信ないですけど、でも日々はやっぱりあれが全然ダメだったなとかこれが全然ダメだったなとか今年もなんか何もやってないんじゃないかな私みたいなあでもそれ同じ感じだね。ありますね、まあ似た感じあるかもね。なんかね、うん、大体ね、なんていうの、まあ、年末って、はい、たかが31日と1日だけの話なんだけど、はい、なんかねやっぱり振り返っちゃうんだね。まあそれはいいことでもあるかもしれないけど、振り返ってやっぱあ今年の俺いまいちだったなっていうのをやっぱ思うことは結構あるね。いやだからなんかやれてること、うん、やれてる仕事の規模とかね、うん、そういうので言ったら全然なんか数年前よりは、うん、あのできてると思うんですけど比べれば、うん、でも今の自分比較で言うと、うん、全然もうちょっとやれたんじゃないかなみたいなのはちょっとありますね、うん、なるほどね。進歩はしてるけどもうちょっといいじゃん、でもそれいけたんじゃないかなっていう、微増でいいと思うよね。微増はしてるかなと、うん、ギリギリ微増の積み上げが最後一番いいわけ、はい、なんかそういう意味で言うとなんか、まあ、座右の銘ではないけど、はい、その意識してるっていうことで言うと、うん、あのね、僕いつも思ってるのはね、あの一寸先は闇って思ってます、うん、で一寸先は闇っていうのはなんかこう挑戦する上で自分の中ではね、はい、人それぞれ考え方あるかもしれないけど、そのすごい大事で、うん、あ調子いいなとかうまくいってるな儲かりだしたなっていう時に、まあまあ、これがねいろんな経験を得てかもしれないけど、あれこれこのままいいこと続かないんじゃないのって思うようにしてる、意図的に。なんか調子乗ると人って調子乗る、まあ、人ってほら
調子乗る動物だからさ、まあね、そうなりますよね誰しも、 もう、ね、うまくいくよりはどこまででもうまくいくんじゃないかって思ったりするでしょ、うんうんうん、だけどそれを思わないようにしてるっていうか、うん、まあそれ、まあ、座右の銘的ではないけどその意識してるのは、うん、まあ極端な表現でいうと一寸先は闇っていうのを自分にすり込むとすごいいいっていうふうに自分は思ってて、なるほど、そうそう、それはねどういう、うん、なんでかって言ったら、あのうまくいってる時にうまく思い通りにいくはずないじゃん、うん、っていうのがあると、まあ、構えができるわけですよ。そうですね、構えができたり、あとそのなんていうかな、まあ、いわゆるリスクヘッジ、はい、まあ、危機管理を探し始めるわけ、ね、うん、うまく続けたいから、もし思い通りうまくいかなかったとしてもダメージが少ないんですよ、はい、うん、要は何ですか、うまくいってる幸せだ、うん、ドーンより、うん、うまくいってる、でももしかしたらダメなことも予測してる、うんうんうん、あ、予測した通りうまくいかないこともあるんだっていう、うんうんうん、このダメージの幅がね、はい、要は小さくなるわけ、うん、そうするとそのダメージの下がり方が、ダメージの受け方が低いと、うん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 、浮上の仕方も早いわけ。そうですよね、なるほど、ダメージを受けない、はい、受けすぎないように、はい、まあ一寸先は闇というか、うん、いい時でもね、うんうんうん、不測の事態を予測していると、はい、構えが大きくなって、うん、沈んだ時にね浮上しやすい、うん、そうすると、うん、なんていうかな、振り幅、なんか事業のとか、うん、アイデアとかの振り幅は広い方がいいんだけど、はいはい、うん、だけどその精神的な振り幅は小さい方がいいよ、うん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 、だから小さい振り幅をうまくキープしてきながら、うんうんうん、小さい沈みと大きめの浮上を繰り返していくと、うん、こうなんか割と精神安定しながら挑戦を続けることができるっていうことは結構意識してるかもしれない、うんうん、そういうメンタルのコントロール的な部分ですね。そうそうそう、それはなんかネガティブにね、一寸先闇だからうまくいかないってことじゃなくて、はい、うんうん、そういうことを考えていけば、うん、まあ、より挑戦できる時間が増えるっていうか ね、挑戦を継続していけるっていうことですね。そうそうそう、逆にそういう考えを持った方が、うんうんうん、あのワクワクして挑戦することができる、うん、沈みが大きいとさどうしてもみんな引っ張られちゃうでしょ、うん、そうですね、生活だってメンタルも引っ張られちゃうから、うん、そういうことじゃなくてね、なんか常に意識しておくといいのかなって、うん、先は闇、そうですね、言葉がさ、うん、なんかちょっときついからあれだけど、まあ、まあでも昔からねよく言われてる、うん、勝って兜の尾を締めろとか、なんかそういうのも同じことですもんね、うんうん、そう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 、うん、そういうねことを思って考える、なんていうかな、 それが継続的に頑張れる自分を作れるっていうか、うん、とにかく頑張れる時間を増やした方がやっぱり頑張れる時間というか頑張れる意識、はい、やっぱりねどう自分が作れるかっていう、人間なんてやっぱほら、うん、ね、心配しなくてもサボっちゃうからどんだけ頑張っててもサボっちゃうから、はい、そこをどういう自分が頑張れる状態を作り上げるかっていうのは、まあ自分との向き合い方だとは思うけど ね、そうですね、ちょっと今熱く語ってる感じだった今これちょっと、いつも熱く語ってらっしゃるんで、ああのいつも通りの早見社長かなという感じですけれども、冷静にね、はい、冷静にぶっ飛びたいなっていうのが、まあ、自分のイメージですからね。うん、うん、もうね、感情的になったら、ま、いいことないんで。そうですね、はいはい、難しいですよね、やっぱ頑張ってる人ほど情熱的にわーってなんかなっちゃいそうな時もありますけど、うん、そこは冷静にコントロールして、まあ、先のことを考えない、一手二手先を読みながら、まあ、結果的に長く、うん、まあ、どうせね、はい、寿命っていうのがあるんで、うん、まあ、いつ死ぬか分かんないし、どうせならそういう構えを持った方が、うん、まあ、より良い状態を作れるんじゃないかっていうことを、まあ、意識してるっていう、そういうイメージなんだけどね。そうですね、うんうん、ちょっとそれを胸に刻んでまた2024年も頑張りたいなと気持ちを新たにいたしました、うん、はい、というわけ で、 どうですか、もう次行こうかなと思っちゃった何ですか、私ですか、うん、あ、なんか意識してること、意識してることですか、座右の銘、座右の銘、座右の銘は、まあ私は何だろう、まあ自分がね音楽家なんで、座右の銘にしてるのは、
これなんか昔の落語家さんの言葉らしいですけど、はいはい、芸は人なりっていう言葉が好きで、聞かれたらそれを答えてるんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、芸としてその自分の人間性がねにじみ出てくるようなものがいいっていう意味もあるんですけど、うんうんまあ、自分で後々音楽活動しながら思ったのは、うん、やっぱり結局人間を突き詰めれてる人しかどの分野でも成功できないっていうことを非常に思うようになって、だから私も芸を何かね、芸で何か皆さんのお役に立ちたいんだったら自分の人間としての部分をもっと突き詰めてやっていきたいなという、うんうん、いい人間になるということですかね、うん、はい、まあ、芸術はやっぱり最後はそういうのを、ね、追求するのが一番いいかもしれないですね。やっぱりそうですね、何かを、ね、突き詰めるっていうのはねいいのかもしれない。ものづくりする人はやっぱり、うん、究極やっぱり人間とかそういうものに、うん、人間とか自然とかなんかそういうものにね、うん、突き当たるので、うん、自分とはみたいなのはね、うんうん、結構そういう対話をしてる人は多いんじゃないかなと思います。なんかそれがお金をちゃんと、まあはい、稼いでとかお金を、まあ、責任をね、はい、こう身近な人の責任を取って、うん、そういう芸術をね追求できると、うん、いいかなっていうイメージはありますけどね、まあ、自分的にはねなんかそういうのが面白いかなと、はい、いやそうだと思います、うんうんうん、まずはね生きていかなきゃいけないですから。そう、ね、そのいや結局そうなんだよ、うん、そうなんですよね。何か生活に何かに引っ張られたり、うんまあ、責任を取り切ってないと、うん、どっかでね、うんうんうん、なんていうかなこう違和感が出るわけですよ。そうです ね、その違和感をなくした上で好きなこととかね、うんうん、ワクワクできることを追求するっていう風になれたらいいなと思いますけどね。そうですね、うんうんうん、はい、うん、というわけで、うん、もうなんか挑戦者へのメッセージですけど、もうメッセージ的なことがね、うん、今日もたくさん聞けたのでもう十分かなというかところではありますけれども、うん、さらに追いメッセージを未来の挑戦者へ追いメッセージをお願いできたらなと思います、うんまあ、メッセージっていうかその挑戦メッセージかどうか分かんないけど、はい、なんだろうな、最近もういろんな人と会っていろんな話、はい、まあ、うん、特に若手経営者とかね、うんうんうん、まあ、頑張ってる人と、まあ、自分自身も意識してることだけど、なんていうかな、やっぱり今ってすごい、はい、SNS とか YouTube とかね、うん、情報がもう溢れすぎてるでしょ、うん、情報過多の時代ですね。そうそうそう、だからあれね、うん、よくないなって、まあ、よくないというか、うん、情報の取り方がうまくないと勘違いしちゃう。だから挑戦者、うん、まあ、これからなんか挑戦しようとしてる人に、はい、なんか伝えるたりとする、まあ、この情報に振り回されるなっていうことはやっぱり思うかな。そのやっぱ聞くんですよ、YouTube であんな人いたとか、ね、あーまあ、YouTube だけじゃなくてもね、ああいう、まあ、それってちょっとなんていうかな、情報、表面的な情報だけで、うん、情報に踊らされたら、やっぱり本物のことはできないっていう、そうですね、これ、情報が溢れてる弊害だと思うんだよね。はい、だからやっぱり、あくまでもその表面的なものに振り回されずに、だから結局、その、Z 世代とかさ、うん、あとゆとり世代とかと一緒で、うん、そんなこと昔から言ってるわけですよ、うん、もうそれはもう江戸時代もっと昔からも言ってるわけで、うんうんうん、で今のね情報の取り方とかね、うん、世の中のほら何々世代とかっていう、うん、もうその変わらないから、あ、ね、そう同じですね。ちゃんとやる人はちゃんとやると、うんうんうん、うまくだから なんとか情報をの取り方、うん、だから情報の取り方、情報って大事だから情報は必要ですもんね。そうそう、だから情報の取り方を勘違いしないようにしなきゃいけないし、うん、その取り方の基準、うん、まあ、としては昔から正しいことは変わらないっていうことを軸に置いて、うん、はい、振り回されないように情報を取る、うん、で情報に振り回されない、情報に振り回されるってことは、うん、他人や環境に表面的な影響を受けちゃうってことだから、うん、そうするとなんか自分がうまくいかなくなっちゃうから、もったいないですよね、そういうところを情報社会だからこそそういう見方も大事かなっていうのは思いますかね。うん、そうですね、うん、どうですか、挑戦者に向けてのメッセージ。いや私からメッセージはないですけど、うん、一緒に頑張りましょうというところですね。まあ確かにでも実際ね、やっぱりなんか、ね、よく聞くんですよ、なんかでもそれって例えばじゃあうまくいってる人たち、うん、YouTube とか SNS 見てね、うん、でもその人たちは、うん、ほんの一握り、うん、
うんうんうん、一握りがうまくいくように、うん、うまくプロモーションしてるわけで、結局どの世界も特別なことはなくて、うん、とにかく頑張ってね、頑張り方っていうのはもちろん、はい、行動量とか、うん、まあその知的労働時間とか、ね、はい、肉体労働時間も含めて労働量なんだけど、はい、やっぱりそれを頑張ってるからこそそこにいるわけで、それは何も特別ではなくて、どの世界でもそれをやってる人がやっぱり何かを得てるし、うん、っていう風に見ればね、はい、そういう見方を持てばそんな振り回されることはないと、そんな簡単に人をすごいと思わない方がいいっていうか、そうですね、 そんな一緒に簡単に憧れちゃダメっていうか、じゃあ私は大丈夫かな、あと あんまり憧れてる人いないな、いないので、そういう考え、ね、多分大丈夫だと思います。またね、それ結構大事なんじゃないかなと、ね、はい、その今のね、意外とね、確かにさっきのメンタルヘルスの話でも、そういうのがない方が、うんうんうん、結局そういうところと自分の乖離に悩んじゃったりもするし、結局一緒なんだもん、うん、ね、やってる人は、そうですね、うんうん、やっぱり自分が大事ってことですよね、まあ、その自分と向き合えないと、うんうんうん、悪い人に影響とか環境を受けちゃうとね、そうですね、もったいないですもんね。そうそう、だから自分をうまく否定、まあ否定っていうあれだけど、自分をうまく矢印を自分に向けた方が、まあより頑張れるかなっていうのは思いますね、はい、うんうん、じゃあもうフォーカス、うん、自分で矢印を向けて来年も頑張っていきたいなと思います、うんうん、挑戦者の部屋2024年最初の回は1月25日木曜日ということで、今日は最後の放送になりました、うん、あと30秒ほどですが、早見さんいかがですか、何か一言で。いや、もう十分言い切りましたか。お疲れ様です疲れ様です。じゃあ飲みに行きましょうかというわけで、今日も挑戦者の部屋、今年もありがとうございました。来月のゲストは大阪からだっけ、はい、それは秘密です、はい、というわけでまた告知したいと思いますのでね、はいはいはい、ご覧いただきたいと思います、はい、ありがとうございました。